はいどうも、たゴごです。今日はですね、えー、江戸と、えー、ヘズマリュの逮捕の件について、えー、ちょっと今日は喋りたいなと思うんですけど、あのー、まあ 99.、99.9%、あれは多分おそらく、ま、やらせだと。うん、99.9%と言ってもいいぐらいあれはやらせじゃないかと。まあ、逮捕されてないんじゃないかということを、まあ、思ってるんですけど、まあ、それについてちょっとで、ね、喋りたいなと思ってて。 まず、その、ええー、江戸が、ええー、まあ、被害届を出して、ええー、ま、ヘズマリが逮捕されたというふうなことに、まあ、そういう感じにね、そういう匂わせてるような、まあ、感じなんですけどもね、その、相手が江戸って、まあ、出たときに、一つ思ったのが、あ、江戸かと。江戸っていう、まあ、YouTuber がね、98万人ぐらい。もう100万人近くいる YouTuber なんですけど、あ,あ、 江戸かと。<laughs> これはどうだろうっていうふうにまあ最初思ったんですけど、まあ、彼をそう思うところは、えー、まあ彼のそのまあ異名を取ってるところがあって、やらせの帝王っていうふうにまあ呼ばれてるんだよね。だからもうやらせでここまで来た YouTuber みたいなまあ感じなんだよね。 で、まあ、いくつか、その、まあ、これは逮捕されてねえだろうって思うところが、いくつかあるんだけど、まあ、あの、俺もそんなに法律は詳しくないんだけど、あまりにもね、その、ヘズマリュウが、ま、逮捕されたとしても、早すぎるんじゃないかと、いうふうに、ま、思ってて、で、そのスピード期間、スピード感の中でも、逮捕されることもあるらしいんだけど、こやっぱ緊急性がないと、えー、ま、そこまで、まずいかないというところで、まあ、あの、ラファエルっていうね、 えー、有名な YouTuber が、えーえー、ヘズバリューの逮捕について弁護士と喋ってる動画がちょっと前に、えー、ありましたけど、まあ、その中でも、やっぱ何回も何回も言って、そこまで言わないと、その警察も動いてくれないっていう風にね。まあ、民事だと、まあ、お金の方になってくるらしいんですけど、まあ、にしても、ま、早すぎるっていう。 ううこれも、まあ、か、まず第一に、まあ、えー、不自然な点。で、緊急性を要する場合だと、例えば現行犯逮捕とかがあるんだけども、あの、パチンコ突の時,うの時思い出してほしいんですけど、パチンコ突の時の、まあ、警察来てるよね。来てたんだけど、結局、えー、現行犯逮捕されてなかったでしょ。ってことは、まあ、突で、えー、逮捕されるということは、まあ、まず、えー、現状あり得ないということですね。 で、もう一つが、えー、その、ヘズマリュウが、えー、暴行したんじゃ、江戸に対して、まぁ、エとかまあスタッフかなえぇ、ーえー、暴行したんじゃないかというところで逮捕されたんじゃないかっていう、まあ、言われてるんだけども、えー、江戸の方のその動画に上がってた、えー、まあ、ヘズマが暴行してるっていう、まあその動画、 が、ま、上が、上がってるんだけど、あれもね、あのー、全部編集されてるのよね。要するに全部ノーカットのバージョンも YouTube に上がってるんだけど、ええー、ま、隣にいる久保田クッキングっていう YouTuber がいて、あのー、ま、思いっきり、まあ、ヘンズマリュもやられてるわけよ。まあ、蹴られたりとかね、突き飛ばされたりとかして。だから、旗から見れば、ええー、ま、喧嘩をしてるようにしか、まあ、まず見えないというところで、 えー、このあたりでも、その、多分おそらく、その速攻逮捕みたいな。例えば、まあ、その、クボタクッキングなり、江戸なりが、まあ、血だらけになってとか、救急を要する場合とかだと、まあ、逮捕になるだろうけども、あのぐらいじゃあね、そう簡単にね、逮捕ってね、まずされないから。うん。な、あれぐらいでは、えー、どう考えても、逮捕されてるとは言い難いところが、まあ、ありません、ね。というかもう 99.、99.9%逮捕されてないと思うね。で、 まあ、要するに、えー、まあ、エドは、すべて、まあ、その中で、まあ、やらせをして、えー、視聴回数を、まあ、稼ぎに来たんではないかと。で、ヘズマも、まあ、それに便乗しているという、俺は、そういう形だと、まあ、思ってるんだよね。で、その中でさ、そのエドが、なんか、すげえ、あのー、えー、まあ、正義感たっぷりに、えー、いいことを言ってるような感じにはなってんだけど、その、 いろんなユーチューバーがヘズマリュウの名前を使って、再生数を取りに来てるみたいなことを言ってたんだけど、それね、そのもう90何万人のいる YouTuber が言っても、やっぱ俺の心には何も刺さらないのよ。その、何百人しかいない YouTuber がさ、視聴回数を稼ぎに行くのは当たり前の話なんだよね。で、俺はたまたま、あの、ヘズマくんが友達にいたから、まあこういう、で、動画を撮ってるわけなんだけど、 それでね、なおかつ、えー、まあ、その、江戸は、やらせをして、えー、もう、90何万人もいて、もう、月々ね、めちゃくちゃ稼いでるにもかかわらず、まだ、その、ヘズマの名前を使って、えー、まあ、そうやってやらせをして、まだ、え視、ー、聴回数を稼ぎに来るのかっていうところで、結局ね、あの、何にも、あ心に響かない。あ,あ、結局、まあ、ま、すべてやらせだったんだな、というふうに、まあ、ああの、 感じちゃうというか、もう率直にそういう風に、まあ、えー、見て、取、えー、れました。でね、あのー、まあ、この後の話なんだけど、まあ、今、YouTube 上で、そのヘズマ流が出ると、まあ、即番されるっていう状況になってて、まあ、いわゆるもうほぼ永久追放に近い形になってるんで、まあ、ヘズマくんがね、今後、えー、どういった形で、 ね、復帰、YouTube に復帰するのか、それとも違う分野でまたやるのか、えー、じゃあもう突はやめるのかとか、あの、こんなにバンになった人を俺は見たことがないから、正直、じゃ全然違う、えー、違反じゃない動画を上げても、 えー、アカウントが削除されないのかどうかは、ちょっとわからない。<laughs> 1日に5回、6回で、新しく作ったやつも全部バンされてるから、まあそう、過去動画ダメだから消されてるのかどうかっていうところと、じゃあ新しく違反されてない動画だったら大丈夫なのかとか、まあちょっとその今後のね、彼の手腕みたいな、 のに、まあ、ちょっとこう、えー、どういった戦略で作詞で来るのかなというふうには、えー、思っております。ということで今日はそういったお話でした。田中でした。